六星占術は、宗教家で、占い師の細木数子が、中国古来の易学や、算命学、万象学などをもとに、提唱した占い。六星占術では、その人の生まれ持った運命を、土星、金星、火星、天王星、木星、水星の6つの運命星に分けて占い、それぞれの運命星を持った人を、土星人、金星人、火星人、天王星人、木星人、水星人と呼ぶ。また、ある特別な条件が揃った時に限り、零合星人となる。零合星人はそれ単体で独立している、運命星ではなく、例えば、土星人の零合星人というように他の6つの運命星と複合するものである。運気は、土星人、天王星人、金星人、木星人、火星人、水星人になる。それぞれの人の運命性は、生年月日によって算出された、運命数、星数により決定される。運命性によりその人の占い名盤が描かれ、これをもとに、占いが行われる。運命星は、星数と名付けた、生年月日の日の干支を数値で表したものを、6つの星に割り当てている。なお星数を、簡易的に出すために各年月の数値をまとめた表を運命数表と言い、数値を運命数という。生まれた日の干支と運命星は下記の対応となっている。なお土星人、金星人などという呼称は空亡になる地支本紀の語行によっているが、天王星人のみは独自の考案である。また、各運命星にはプラスとマイナスがあり、少年が子、虎、辰、馬、猿、犬の時にプラスとなり、牛、海、鳥、イの時にマイナスとなる。運命性と合わせて、土星人、金星人のように表記する。これも十二支の陰陽によっている。本来空亡は、生年に限らず、息月、生時も該当する。少年を特に重視しているが、大運、流年が生年の干支と最初の相互作用をもたらすので、生年で、陰陽、零合星人なる区分をしている。その流年が、本人に何をもたらすか考える上で、少年は第一の関門である。もちろん、息月、生時が空亡にあたる場合でもある程度、零合星人の特質を備えているとして考えてよい。零合星人は、少年が停止にあたる人のことで、実際には、土星人=チョノワン星人、金星人=木星人、火星人=水星人が合わさることになる。以下の人が零合星人となる。対極の星人が重なるという、10年ごとに変わる宿命のこと。占い名盤には次の12の運気が示される。夜柱水明における12運を参考にしたと推測される。ありがとうございます。